日本松藩。日本松藩は、道の区国南部、岩城国足立郡、現在の福島県日本松四角内三丁目に存在した藩。居城は、日本松城、霞ヶ城。日本松は、戦国時代まで、畠山市の所領であったが、天正十四年、1586年に、伊達政宗が、畠山市を滅ぼして、伊達領になる。天正十八年。 1590年7月に小田原征伐で北条氏名を下した豊臣秀吉は8月2回に入り、欧州仕沖とそれに伴う欧州再仕沖により、日本末は合図の領主となった賀茂氏里の領地となった。氏里は織田信長の娘婿であり、これ以前は伊勢に所領を持っていた。賀茂時代には、秀吉の命令で転奨。 文六年間に検知が行われて、寮は九十一万九千三百二十国とされた。文六四年、百九十五年二月に宇治里とは、休止し、着死のガム秀行が後を継ぐも、この際に秀吉の命令で、藍津黒川、白川、二本松を除く寮内の城の大半が、浅野長政、吉長により破却された。秀行は、家康の三女ふ姫と結婚するが、 慶長三年、五百九十八年一月に、下津家宇都宮十八万国に原宝移行となった。代わって、合図に入部したのは、越後春日山修郎主の上杉影勝であり、加納給料とでは省内に、佐藤を加えた百二十万国で入った。京将は、日本末のある石立地方の市場には、安田のおも下城忠地下、秋山忠綱、浦渓国。 一川坊津奈良を入れて固めた。秀吉坊津後、慶長5年、1600年に、関ヶ原の戦いが起こり、西軍が敗れると継承は、徳川家康によって、慶長6年、1601年8月に90万国を、元邦の上で、手は米沢藩で、レレレレ国に違法され、代わって、合図から宇都宮へ移っていた、ガム秀ヒが60万国に加増されて入部し、日本末も、 その支配下に入った。秀行の時代には、強作、飢饉、大地震、風水害が起こり、それに加えて、年貢の増長と諸役の重負担で、百姓の調産が相次ぐ。秀行は、慶長十七年、六百十二年五月に三十歳で、死去し、着死忠里が継ぐが、先代から続く家中内向もあり、寛永四年、六百二十七年一月に、 ただ里も創生すると、幕府はただ里に経死がないことを理由に、合図領六十万国を開役した。ただし、御関、所領は、伊予で存続。ただ里没後の二月、伊予松山藩二十万国から加藤義明が倍に、加造された四十万国で、合図に入部した。義明は、豊臣秀吉に仕えて静ヶ岳七本槍の一人に、数えられる武将である。 この時、吉明の娘子であった松下茂綱が、より大名として、下野烏山藩二万八千国から二万二千国を、加造されて五万国で、二本松に入部したことから、二本松藩が立藩した。茂綱は、豊臣秀吉が若い頃に主君として仕えていた時期があるの綱の息子である。松下良は、東安達郡十八村と、 西足達軍二十八村を支配した。しかし、茂綱は、同年十月に病死し、着死長綱が後を継ぐが、幕府は、長綱用地を理由にして、寛永五年、六百二十八年一月に二万国を、減らした三万国で、仏三春藩に違法した。長綱と入れ替わりで、二本松に入部したのは、吉明の三男、加藤昭都氏であった。秋都氏は、前年に、 父が合図に入部した際、三春藩三万国を与えられていたのである。だが、官営8年、1631年9月に、吉明が亡くなり、着手秋成が継ぐと、加藤良では合図でも、二本松でも厳しい新多検知が実施された。これは、気候温暖で農業先進隊であった四国から、寒冷な後新地である合図、二本松へ国以外され、しかも、 倍以上の過剰となったために、それに見合う幕府の軍役と不信を負担することになり、財政難が深刻化したためであった。このため加藤家は、神殿開発を推進する一方で年貢を増長し、日本松の領民は、加藤家の過剰に苦しんだ。このため、徳川家光が、大馬崎純健氏を派遣した際、関田地方では、加藤家の過剰を訴える訴状を純健氏に、 提出しようとまでした。だが、加藤家は妨害して、訴状提出は失敗し、巡検後に厳しく探索されて、首謀者らは摘発されて、官営十二年、六百三十五年に処刑された。また、日本末領では、年貢以外の雑税、小物なりも厳しく増長されたが、他にも合図若松城州地区や江戸城武進の国役による漏液負担も重くのしかかった領民は、 三売リや長さんが相次いだ。長さんは、寛永19年、1642年にピークを迎えたが、これは、連年の年貢増長と同年の強作が発端である。こうして、日本末藩では、完全に藩政が行き詰まり、その中で秋戸氏は、寛永20年、1643年3月に死去した。5月には加藤宗家の藍津藩主である秋成が、 家中騒動や悪性を理由に改役されると、秋都市の後を継いでいた息子の名勝サもなき秋都市の、生前の行状がろしからずとして、日本末藩三万国を改役に処した。加藤家改役後の8月2日、道のくしらかは藩主であった、庭三重が十万七百国で入る。三重は、織田信長の絶大な信任を受けた重臣で、米五郎座と称された。 庭長秀の着難長獣の着難であり、信長の重臣であったという名家の誘惑から、国資格の交遇を受けることとなる。庭家は、長重の時代に、関ヶ原の戦いで西軍に属して、前田利長と戦い、戦後に改役されたが、徳川秀忠のりなしと、長重正室の法恩院が信長の娘で、秀忠正室の高志原院といとこにあたる関係を、重視れたものであり、 長重は最終的に十万国の大名として復帰を果たした。このため、日本松城下に、秀忠、家光伏の病床を造営し、幕名による東海道などの川筋武士にや、日光東照宮、増上寺の修築広氏を率先して務め上げ、徳川将軍家に対する忠誠を最大至上とした。反省は、初代、三重の時代に、ほぼ確立され、日本松城や、 侍屋敷、城下町の整備、法制確立、学術の進行などが行われた。第二大藩主長次の時代から幕府の区役負担が重くのしかかり、歴代藩主はその負担に積極的に応じて日本末藩の財政は困窮した。このため第五大藩主高弘は岩井田作品を登用して教法の藩政改革を行った。第六大藩主公陽も 岩井伝を用いて、反省改革を行い、赤子製育法を出す。肝炎年間に領内に一機が起こり、年貢半減を訳して収めるも、後に撤回した。また、同時期には、強作で4万2千国の被害を出している。第7代藩主、長期の時代にも、明和年間に大火事が起こり、天明の大飢饉で大被害を被った。このため、肝性の反省改革を行って、 医療救助令や養老法を制定した。だが、幕府の命令による美野や伊勢の川武神の負担などもあり、財政は悪化する。第九大藩主長富は、藩公家学館を設立し、加納の庭高明を用いて、藩政刷新を行う。文政年間には領内を巡殺し、農村復興のために新年版なる姿勢を定めて、領内各村に、 総額三千四百両の救助金を出し、二十五人、組制度の制定と倹約令を出した。しかし、治政後半から、長富は、浪費癖が出て、藩内では、賄賂政治が横行した。さらに、天保の大基金で日本末は大被害を受け、幕府の不信負担などもあり、反省は行き詰まった。なお、安政玄関に、藩兵の訓練が行われている。幕末期。 第十大藩主張国は、江戸湾警備、京都経営、天狗島の乱鎮圧などで活躍した。母親戦争では奥越列藩同盟に参加して、新政府軍と戦ったが、各地で敗戦を重ねて明治元年、1868年7月2日に、長国は米沢藩に逃亡し、翌日に日本末城は落城した。長国は9月に降伏し、 自身の隠居を条件として、庭長広、米沢藩主、上杉成則の子が養子師として、後を継ぐことを認められた。なお、この時に五万国も減らされた。明治二年、1869年の藩籍奉還で、長広は、日本松藩知事となり、明治四年、1871年の廃藩知見で、日本松藩は、廃藩となり、日本松県となった。なお、 庭家遥かの日本松藩では、節分の時、鬼は、外と叫ぶと、鬼は害に聞こえるとして、鬼がい、鬼、外と、歯を抜いてと鳴いていた。日本松藩では、豊臣時代の領主である、ガモウジが、キリシタン大名であった影響から、東北地方における、キリシタンの根拠地のような地域になっていた。このため、秀吉のバテレン追放令などの近況令、 江戸幕府における慶長18年1613年の全国禁教令を契機として厳しいキリシタン弾圧が展開された。日本末でも寛永9年1632年2月8日に秋都市の命令で5人が日破り、9人が残死と、計14名のキリシタンが殉教、すなわち処刑されている同時期に合図藩で42名。 白川藩でも13名が処刑された。この時二本松で処刑されたキリシタンには、前の領主で宇治里の孫忠里の求心や、現那年間に長崎で弾圧されて、二本松に逃れていたものなどが含まれており、彼らは布教活動を行っていたため処刑されたと言われる。時代は下って、庭家が完成元年1789年に幕府に提出した。 道の区国日本松領キリシタン類族存命町では、官営から昇法年間に摘発された、キリシタン十八名の末営の行方を、彦から、ヤシャゴ、ライマゴ、原の子まで類別した上で厳しく監視している。旨を報告している。日本松は、寒冷な農業更新地であり、ガモウケ90万国余りと六十万国、上杉家百二十万国の俗領時代から大国に、 支配されていたため、その格式に見合う軍益、方向を負担しなければならなかった。このためこれらの時代から年貢率はかなり高かったが、加藤家の時代にはさらに増長された上に年貢の付加税である口米、公選も加も60万国時代から倍も増長される厳しさであった。しかも小物なり、すなわち雑税は種類を増やされて徴収され、白武神などの労役も厳しく、 雑税と指定されている牢や漆は厳しく、流通統制が行われていた。このため加藤家の時代には、神殿開発も行われたが、一方で検知は大変厳しく、田畑に巻く種子の増す量だけで、収穫量を推定して、東急をつけたり、高地の存在しない場所や工作者が存在しない土地に、高をつけて、年貢を貸し、領民は、迷いたか、ドム高と称して、 恨みを表すほどだったという。この厳しい検知は、庭家の元禄7年、1694年に、ようやく廃止されたが、あまりの厳しさに耐えかねて、身売りや調産する領民が、相次ぎ、官営19年、1642年には、前年の協作と連年の年貢増長に耐えかねて、大規模な調産が発生した、この事件が原因で、日本松加藤家は海域さだ。 庭家は、加藤家の二の舞を演ずることを恐れてか、明暦元年、1655年から上面法を採用して、税率も五行合民から六行市民にまで抑えている。庭家の犯罪性は入部当初から苦しかったが、これは、日本松城の改築や、城下町の整備拡大、商法年間の大干ばつ、そして、幕府の命令による不疫の負担などが原因である。このため、 日本松藩は、強作や天災により、損耗、被害高が非常に大きく、犯罪性は、天命期に、すでに限界に来ていたという。前述しているように、日本松は、税率が厳しいために、農民の調産と身売りが行われていた。藩主側も、税を確保するため、日本松には5人組制度から25人組制度を、定めて、土地の地域的連帯責任を終わっていた。 25人、組制度は、江戸時代後期に定められた。しかし、年貢の厳しさだけでなく、二本松には相次ぐ、天才、老益があり、そのために、農村は急防して、生産能力を失い、人口は減少していった。二本松の農村人口は、遠方5年、1677年に79,894人、状況元年。 1684年に83,853人であったが、元61年、1698年から減少して、延長元年、1744年に72,258人になった。天明の大飢饉で日本末は大きな被害を受けて62,821人になり、天保の大飢饉も同様で最低の62,413人となった。 二分けは、原独年間以降、年貢収奪を強化したが、これに加えて、労役負担や天災、貨幣経済の進展もあり、関延年間には、日本末で唯一の一機も起こっている。日本末二分けでは、上席画廊のもとに軍事を司る番方が、設置された。幕末の動乱期に入ると、安政年間に農民を徴収した、軍事訓練も行われたが、内容は、 戦国時代末期の装備や人立てという時代遅れの旧訓練だった上、農民には農事もあり多大な負担になった。慶応年間にも軍政改革が実施されて西洋銃が購入されるなど安政期よりは進んだ軍事改革が断行されるも、庭家がもともと織田信長の重臣として戦国時代に武勇を凍らしめた家柄というのが逆に足かせとなり、 上級藩士の大半が西洋中より戦国末期の人立てと武具に固執して聞き入れないありさまだったと伝っている。農村人口の減少に苦しんだ和家では延長2年1745年8月に幕府や他藩に先駆けて独自の赤子生育法を定めたが、これは藩士で儒学者の種橋政教の権威によるものであった。これは 13歳以下の子が3人いて4人目を出生したら1年に米3票を支給、6歳以下の子が2人いて3人目を出生したら1年に1票を支給とするもので、藩は生育係、生育祭藩人を設置して、妊婦改めや出生改めを行い、また解任した者は、藩上層部にまで報告されて婦人、まびき、いわゆる中絶のないようにし、逆に婦人したら、 村八部という制裁を受けた、困窮者でも小沢さんなら組合の責任で承約を免除することも許され、結果として、天命の大基金前までに3904人の人口増加に成功した。しかし、天命の大基金で日本末は人口1万2000人余りも失い、天命6年、1786年3月に改正生育手法を定めた。その内容は、 10歳以下の子が1人いたら、2人目からは5と入り、米1票支給、3人、4人目の子供の場合は、玄米2年間の支給、5人目以上なら、玄米3年間、解任を知らずに方向に出てその後に出産して、貧窮で、養育困難な場合は3年間の支給と定めれたが、この改正法により、天命末期から完成にかけて人口は再び増加した。今日は二年。 1802年9月にも生育法は改正されて、これまでの米支給を金銭支給とし、二人目は金二分、三人目は二両二分、五人目は三両、双子の場合は十八両。ただしこれらは支給を何度かに分けて行われていたと定められた。しかしその後は、間引きが盛んに行われ、人口増加に歯止めがかかるようになり、藩も金銭支給から米支給へ、 文化十一年、1814年、米支給から金銭支給へ、天保三年、1832年というように改まられるが、江戸時代後期から末期には支給額が犯罪性の負担から減額されるなど、制度そのものに限界が見えるようになっていた。日本末では、幕府の軍役や宿役など、交通政策の必要上からも馬さんの進行と、 統制が行われ、農民間でも工作や運搬の手段、打賃稼ぎなどで重要な仕事となっており、藩では定員2名の駒奉行が設置され、補助として駒付けという世話人権取締役が任命されていた。藩はすべての飼育場について徹底した調査と管理を行い、藩では良質の種馬を盛岡藩から購入したり、メス馬を購入するために資金を貸し付ける制度を 定めるなど、数々の奨励策も実施した。幕府も二本松藩の馬さんには注目しており、強放年間に、幕府老中、戸田忠実の命令で馬を献上している。なお、二本松ではお馬を駒、メス馬を、ダバ、本来は、駒とは、乗用馬、ダバとは、荷物運搬用の馬と称していた。ただし、馬さん以外の畜産は、二本松では振るわず、 牛の飼育に至っては、文政12年、1829年で37頭、その他の畜産も、養鶏以外は皆無に等しかった。日本松では、現在酒造業が盛んであるが、これは、江戸時代も同様であった。ただ、年具米の確保と、米安定のため、藩により、厳しく規制され、藩は、酒札という観察を発行して、 これを持つもの以外の酒は禁止していた。養産業も伊達軍や忍武軍で盛んに行われ、幕末には南立地方でも盛んになった。工業生産はあまり盛んではなかったが、芋の日和大物などは盛んに行われた、明治時代に水。また脱穀用の道具として中国から伝わった土スリウスが日本末では盛んに製造されたが、これは万国投資や千舶国旗が 東北では富裕層に限られていたためで、江戸時代後期には技術の向上で年間に2500台が製造され、安価に大量生産も可能になり、販路も合津藩など東北地方に広がった。日本松藩で学校が設立されたのは第6代の高井沢の時で、法歴年間に江戸藩邸に文部学校を設立し、家臣に官学等の配置投留を修練させた。 以後の藩主も財政難から藩政改革に着手したが、その際に優れた学者や武術家を招いて文部の交流に努めた。第九代藩主長富の時、藩校系学館が設立された文化十四年、1817年。また初代三重、五代、高博など藩主の多くが文化人として優秀だったことから日本末では絵画や書道も進歩し、 多くの画家、名書家を輩出した。また日本末では、農民、町民層において、松本茂彦や青沼幸彦、鈴木博氏ら優れた国学者を輩出している。三万国。とざま。万国。とざま。万七百国。五万七百国。とざま。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。